横須賀弾薬整備補給所整備部管理2課、中野圭介と申します。各種ミサイルの定期整備に使用されます機器の維持管理を行っております。自分が担当した機器の不具合を関係各所との調整や仕様書の作成により不具合が解消された際は、自分が弾薬の供給を支えていることに実感が湧き、仕事へのやりがいを感じます。小学生の頃に呉で護衛艦を見てから艦船が好きで、いずれは海上自衛隊に入ろうと考えていましたが、技術職として海上自衛隊で貢献したいと思い入隊いたしました。行政文書を作成することが多く、文章力は飛躍的に向上するかと思います。また海上自衛隊内に限らず民間の方々とも接することが多いので、世の中に対する視野は広がると思います。横須賀に限らず多くの部隊で経験を積み、いずれは海上幕僚監部や補給本部などといった中央機関で海上自衛隊全体の運営をしていきたいと考えております。海上自衛隊には自衛官以外にも事務官や技官といった人たちが海上自衛隊を支えています。皆さんが日本の海上防衛の一翼を担う海上自衛隊の一員として働くことを選択肢の一つに加えていただければ嬉しいです。